こんにちは。カンカン同立専門在宅予備校カン予備代表の矢沢です。この動画では逆境を喜ぶということをみんなに分かってもらいたいと思ってこの動画を撮影しています。後期試験に向かってね、勉強していくとやっぱりなんで俺が勉強せなあかんねんと、前期試験で受かってたらこんな苦労する こんな苦労もせんでよかったのにと、なんでこんなしんどい思い俺だけせなあかんねん、私だけせなあかんねんというふうに思ってる子が中にはねいると思います。そこでですね、少しお話ししたい話がありまして、それがアメーバがですね、育つ条件を調べる研究のお話なんですけれども、あるカリフォルニアのですね研究者が、一つの、タンクにアメーバを、入れて、もう一つのタンクにもアメーバを入れて、ある一つ目のタンクはすごくアメーバが過ごしやすい、生きていきやすい適温であったり、温度であったり、なんですか、水の量であったりっていうのを、設定してずっと監視する。でもう一方のタンク、アメーバが入ったタンクには、すごく熱くしたりだとか、冷たくしたりだとか、生きるのにはですね劣悪な環境を作り出して、2つの、アメーバのタンクを実験したと、観察したと。でそのどちらのアメーバがですね、早死にしたかというと、この適温とか、すごく過ごしやすい環境に、身を置いていたアメーバの方が早死にしたんです。ここから僕たちが学べることというのは、やはりあまりに居心地がいい環境にいることっていうのは成長しないということですね。成長しないであったり、アメーバの例で言ったら早死にしてしまうということですけれども、いい環境にいすぎるとやはり成長はない。それに比べてですね、やっぱり努力を必要とする、場面に遭遇したり、なかなか、精神的にしんどいことっていうのを経験してる時の方がやはり自分というのは成長するわけです。今までの受験生を見ててもやはり前期試験でスムーズに決まる子もいれば、後期試験までもつれる子も、成績が良くても後期試験までもつれる子というのがいます。その後期試験を後期試験でもうダメだっていうふうに心を折れてしまうんではなくって、その逆境を喜ぶ、こんな子ここまでして受かったんだったら、私は大学生になって社会人になってもどんな逆境が来ても僕たちは受け入れるよ、どんな逆境が来ても乗り越えられるよというふうに強い自分になれるから、だからしっかりとね逆境を喜んで、今の状況っていうのはほんまに最悪の状況じゃないから、いい状況なんだっていうふうに思って最後まで突っ走ってもらいたいと思います。それではこの動画はここまでにしましょう。ありがとうございました。予備校エール学園とカンカン同立専門塾マナリズムがタッグを組んで誕生した日本一カンカン同立に近い在宅予備校カン予備のお問い合わせはこちらのホームページからお願いします。スマートフォンの方は下の説明欄のところに URL を貼っておくので、そこから飛